はい、どうも皆さんこんにちは。本日はですね、ロンダート講座をしていきたいと思います。ロンダートはですね、今見てもらった感じのあのバク転とかバク宙に行くまでのつなぎの技です。側転の進化バージョンみたいな技ですね。なので、前回の動画で側転講座出してますので、まだ側転ができない方はよかったらそちらも見てみてください。この動画ではですね、先にロンダートをする上でのポイントを説明してから、ロンダートの段階的な練習方法を紹介していきます。それでは見ていきましょう。はい、一つ目のポイントはですね、まっすぐの逆立ちを練習しようということです。もしね、あなたの逆立ちがですね、こんな感じに斜めになっていたらですね、あなたのロンダートはこんな感じに斜めになります。もしね、逆立ちがこんな感じに反っていたらですね、ロンダートはこんな感じに反ってなりがちです。ロンダートはその人の逆立ちの影響をすごく受けます。なのでですね、まっすぐな逆立ちを練習しましょう。このようにお腹を壁に向けた逆立ちか、手を壁に近づけた状態でするまっすぐな逆立ちを練習しましょう。続いてポイント2、ロンダートをまっすぐしようです。ここでは手をつく位置や手のつき方を説明していきます。自分の前に1本の線があると思って、その上を右足、左足、左手、右手、両足とつくイメージでやりましょう。意外と自分でできてると思ってでもですね、前から見たら歪んでることが多いです。こんな感じで左足が内に入って、で足が外を向いてしまって、手がね、そのまま外について歪んでしまうパターンや、もう先の前の足がもうそのまま外側に開いてそのまま入ってしまうパターンとか、いろいろ失敗例がありますので、ぜひね、正面からビデオを撮って自分のロンダートが歪んでないかチェックしてみてください。続いて手の付け方ですね。前に一本の線があると思って、その上に左手も右手も付けに行きます。まっすぐ降りていって、手がつく瞬間に左手を横側で、右手も横側につくか、もしくは少し内側に向けてつきましょう。僕の意識的にはですね、真ん中の線に左手と右手をつきに行ってるんですが、実際前から見ると、真ん中の線を均等に左手と右手で挟んだ形になります。一見ね、ずらして手をつきに行ってるように見えるんですけども、あまりね、深く考えずに前にある一本の線の上に左手と右手をつきに行くようにしてください。それでは3つ目のポイントはですね、長いロンダートをしようということで、距離のあるロンダートをするようにしましょう。まずね、よくこんな感じで手を真上に上げた状態から、自分の左足、前足の前に手をついてロンダートをする人がいるんですけども、そうするとですね、あまり距離が出ない、こんな感じの短いロンダートになってしまいます。それとあまりパワーが出ないので、ロンダートをする際はですね、なるべく距離を出せるように、特にですね、手をつきに行くときに前に伸びるようにしてください。はい、続いて4つ目は速いロンダートをしようです。足をまっすぐしっかり振ろうということで、ロンダートのスピードを出しているのは左足の蹴り上げと右足の振り上げです。後ろから見ていきましょう。こんな感じでまっすぐにしっかりと振り上げてください。スピードがないとこんな感じでパワーもないですが、しっかりとスピードに乗せることによってパワーも出ますし、上体も起き上がりやすく、そのままの勢いでバク転やバク宙につなげられます。はい、5つ目のポイントはですね、上体をしっかり起こそう、地面をしっかり肩で押すです。ロンダートした時の起き上がり方のお話ですね。この時右肩でしっかりと地面を押すと上体が起き上がって、続きのバク転やバク宙に行きやすくなります。練習方法としては壁に手をついてもらって、肩でこんな風に壁を押してください。なるべく腕の力は使わずに、肩甲骨を寄せた状態から胸を丸める力で押しましょう。でですね、ロンダートの場合はですね、左手、右手ついた時の、この時の右肩、僕の場合は右肩でしっかりと地面を押すと上体が起き上がってくるので試してみてください。それではここからは、今までのポイントを踏まえた上で、段階的な練習方法を紹介していきます。まずはスピードのある側転を練習してください。終わった時に少し跳ねてしまうぐらいの勢いを出せるといいです。続いては前に伸びて、そこから逆立ちできるかどうかやってみましょう。これはロンダートをする上での最低限の筋力や、あとはまっすぐ前に伸びてロンダートに入る意識をつけるためになります。続いては側転の途中に、こんな感じに足を閉じる練習をしてください。側転なので着地はバラしても大丈夫です。続いてはそのまま足をくっつけたままロンダートの終わり方でやってみましょう。
続いてはドンキーの練習をします。ドンキーがねわからない人は、よかったらドンキー講座も出してますのでそちらを見てみてください。しっかりと体幹に力を入れてこんな感じで上半身と下半身がバラバラにならないようにしてみましょう。次は壁を使ったドンキーの練習をします。壁逆立ちから両足で壁を蹴ってドンキーに入ります。今までのポイントをしっかり踏まえた上でもう一度速い側転をやってみてください。ロンダートは詰まるところ側転の両足を揃えたバージョンなので側転をしっかりできるようになってチャレンジしてみましょう。はい、ここからはおまけです。もしねバク転につなげたい場合はですねロンダートの終わり自分の手の近くに足をつきに行ってください。ドンキーで言うとこんな感じです。手の方に足を入れ込んでこんな感じに後ろに流れてしまうぐらいにやりましょう。僕はそこまで上手くないんですけどもこんな感じでしっかりと地面を押して上体を起こして足を自分の手の方に振り込みに行きましょう。ちなみに宙返りにつなぎたいときはですねロンダート終わりにこんな感じで手を上げて真上に飛べるようにしてください。ドンキーからだとこんな感じです。これ足がバラバラになっちゃってるんですけども足をついた瞬間に手を上げて真上に飛べるようにしましょう。はい、ということで本日の講座いかがだったでしょうか。いやもうロンダートはですね永遠の課題ですよ。ロンダートは本当にそれぐらい難しい技だと思います。特にね僕みたいな年齢をとってから年をとってからアクロバットを始めた人にとったらですね感覚を身につけるのが難しいと思います。それはですね25歳からアクロバットを始めた僕にとってはすごいわかる話です。やっぱりね体が大きくなってから技を習得しようとするとその分若い時からやっている人よりもいろいろ考えて一つ一つ確認して練習しないと体が成長してしまっている分感覚を身につけるのが難しいと思います。なので今日の動画を見てうわ細けえなこいつって思った人もですねこれからロンダートバク転やロンダートバク宙につなげていくためにしっかりと一つ一つ確認してロンダートができるように練習してみてください。でね、なんでロンダートが大事かっていうとですねロンダート少しでも曲がるとやっぱりバク転とかバク宙がね曲がっちゃうんですよね。でもし硬い床の上でいつかやりたいと思ってる人だったらですねもうそんな曲がってる状態でやりたくないんですよ。なんでかっていうと失敗したら大怪我するから。ある程度ね年取ってからね外のコンクリートの上でアクロバット失敗したら本当に死にますよ。まあ僕がビビりなのかもしれませんけども、なのでぜひロンダートバク転とかロンダートバク宙したい方はですねロンダートを少しずつもう綺麗にしていってもう 100% まっすぐ綺麗にできるっていう状態になってからバク転とかバク宙を練習すると自信を持って外でもできるようになると思います。あ、言い忘れてたんですけどもアクロバットを練習する際にはですね、硬い床コンクリートであったりとかそういう危険な場所では練習しないようにしてください。できればマットがある柔らかいマットがあって怪我をしない環境で練習するのが一番うまくなる早道だと思いますので安全な場所で練習していってください。はい、今日も多く喋ってしまったんですけどもこのチャンネルではですね20歳からブレイクダンスを始めて25歳からアクロバットを始めてつい最近30歳になってトレーニングを始めた僕がですねシンガポールから皆さんに対する役にね立つ動画なんかをね出していきたいと思いますのでよければチャンネル登録お願いします。次回はですね、ついにバク転講座をしていきたいと思いますので、よかったらそちらも見てみてください。ということでまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。